なぜレーザーを連射し続けるという一見単純な発想は核融合発電の実装に不可欠なのでしょうか。核融合と聞くと SF や遠い未来の技術のように感じるかもしれません。しかし今、日本発のスタートアップと世界的な光技術企業はタッグを組み、現実の発電所に一歩ずつ近づいています。今回の主役はレーザーで核融合を起こすという壮大な挑戦に取り組むエクスフュージョンと、光デバイスのリーディングカンパニー浜松フォトニクス。2025年7月、両社は世界で初めて大出力パルスレーザーを1時間連続で照射する実験に成功したと公表しました。なぜ連続照射が重要なのでしょうか。この動画ではレーザー核融合発電の仕組みや最新成果、そして日本の関連企業を分かりやすく解説します。この動画を通してレーザー核融合発電の最前線で何が起きているのかを詳しく知ることができます。ぜひ最後までお付き合いください。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは未来のエネルギーをめぐる最前線へご案内します。世界的なエネルギー需要の増加とカーボンニュートラル社会への転換という大きな潮流が起きていることをご存知ですか。エネルギー需要が急増している背景には AI やデータセンターの爆発的な普及、電気自動車の拡大、そして脱炭素社会へのシフトがあります。特に AI 時代の到来によって膨大な計算資源を支えるための電力消費が急増し、既存の発電インフラだけでは将来的な需要を賄いきれないという危機感が高まっています。一方で地球温暖化対策として CO2 排出量の削減が世界的な課題となり、火力発電への依存を減らす必要はあります。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは導入が進んでいるものの、天候や時間帯による出力変動は大きく、安定したベースロード電源としては限界があります。原子力発電も廃棄物処理や安全性への懸念から新規建設が難航しています。こうした中、核融合発電は燃料はほぼ無尽蔵、 CO2 を排出しない、重大事故リスクが低いといった理想的な特徴を持ち、次世代のクリーンエネルギーとして世界中で研究開発が加速しています。核融合発電の方式にはいくつかありますが、レーザー核融合はその中でも完成核融合と呼ばれるアプローチです。これは異常な燃料ペレットに超高出力レーザーを一斉に照射し、瞬間的に高温高圧状態を作り出して核融合反応を起こすものです。従来の実験では1回ごとに長い準備時間が必要で、連続的な発電には程遠い状況でした。この課題を突破するため、日本のスタートアップエクスフュージョンと光技術の世界的企業浜松フォトニクスがタッグを組みました。浜松フォトニクスは高効率高耐久の半導体レーザー技術を、エクスフュージョンは連続ターゲット供給や自動追尾制御などのシステム技術を持ち寄り、発電所レベルの連続照射、連続核融合実現を目指しています。さて、ここで今回の実験で成功した連続照射の重要性についてもう少し噛み砕いてお話ししましょう。レーザー核融合発電の実現には一発だけ成功すればいいというわけではありません。発電所として社会に電気を届けるためには何万回何十万回と安定して核融合反応を繰り返す必要があります。従来の実験では1回レーザーを打つたびに次の準備に数時間かかるのが当たり前でした。これでは発電所のように24時間動かし続けることは到底できませんね。でももし1秒間に10回1時間で3万6000回もレーザーを連続で打てるようになったらどうでしょうか。実験の回数が一気に増え、データも山のように集まります。その結果、
どんな条件で核融合がうまくいくのか、どこに課題があるのか、短期間でどんどん明らかになるのです。さらに連続照射を続けることで装置の耐久性や安定性も本番さながらにチェックできます。実験室の施工から社会で使える発電所へと進化するためには、この連続運転の壁を越えることが絶対に必要なんです。今回エクスフュージョンと浜松フォトニクスが1時間の連続照射に成功したというニュースは、まさにこの壁を一歩乗り越えた証拠となりました。科学の世界からいよいよ実用化の世界へ。この連続照射のブレイクスルーが未来のエネルギーを現実のものに近づけているのです。それでは次にレーザー核融合の仕組みや世界と日本の最新動向についてさらに詳しく見ていきましょう。レーザー核融合と聞いてどんなイメージを持ちますか？なんだか難しそうと思う方も多いかもしれませんが、その原理は意外とシンプルです。核融合とは太陽が輝く仕組みと同じで、軽い原子核同士が結合しより重い原子核へ変わる際に大きなエネルギーが生まれる現象です。この太陽の力を地上で人工的に起こそうというのが核融合発電。その中でもレーザー核融合は光の力で核融合を起こす方法です。ここでレーザー核融合がどのように行われるのか、簡単な仕組みをご説明します。最初に重水素と三重水素という水素の仲間を混ぜた小さな球状の燃料ペレットを用意します。このペレットを真空のチャンバーの中にセットし、何本ものレーザーをさまざまな方向から一斉にこのペレットめがけて発射します。レーザーが当たるとペレットの表面が一瞬で蒸発し、その反動で中身がキュッと圧縮されます。この圧縮のことを爆縮と呼びます。圧縮された中心部はなんと数千万度、数十億気圧という太陽の中心に近い極限状態になります。この時重水素と三重水素の原子核が融合し、ヘリウムと中性子、そして膨大なエネルギーが生まれるのです。このエネルギーを熱として取り出し発電に使うのがレーザー核融合発電の基本的な仕組みです。しかしこの一発の核融合を実現するだけでは、発電所として社会に電気を届けることはできません。従来のレーザー核融合、例えばアメリカの NIF では巨大なガラスレーザーを使い、1回ごとに非常に大きなエネルギーをターゲットに照射します。2022年12月、 NIF は 2.05MJ をターゲットに入れて 3.15MJ を取り出しました。翌2023年7月には 3.88MJ を記録し、初回比で約 23% の上積みを達成。この発表は確実的インパクトが大きく、世界中の投資を呼び込みました。しかしこの方式は1回の実験ごとに長い準備時間が必要で、連続運転や実用化には大きな壁がありました。施設全体の電力からレーザー光への変換効率は 1% 未満とされ、発電化には少なくとも1桁以上の改善が不可欠です。これに対しエクスフュージョンと浜松フォトニクスは、中程度のエネルギーを高頻度で連続照射することを目指しています。浜松フォトニクスは半導体レーザーの光を増やす装置 YB ヤグ多重スラブ増幅器を開発しました。ヤグは透明な人工結晶でレーザーの増幅剤として広く使われます。これにイッテルビウムという元素を少量混ぜると光エネルギーを受け取りやすくなり、入ってきた光を強い光として出し直せます。これにより高効率で壊れにくいレーザー発信が可能になるのです。理論的には壁光線と効率も 10% 台を狙えるとされ、従来の 1% 未満のガラスレーザーよりも大幅な効率向上が期待できます。壁光線と効率とは、発電所や実験施設全体で消費する電力、つまり壁のコンセントから供給される電力に対し、最終的にレーザーとして
ターゲットに届けられるエネルギーの割合を示す指標です。例えば、施設全体で100の電力を使っても、レーザーとしてターゲットに届くのが1しかなければ、壁光線と効率は 1% ということになります。一方で、エクスフュージョン側は、この高効率レーザーを生かすために、燃料ターゲットと呼ばれる直径 1mm 程度の金属玉を毎秒10個という高頻度で自動供給し、起床中のターゲットをレーザーで正確に狙い撃つ自動追尾連続照射技術を開発しています。今回の実験では1時間連続でターゲットを供給し、レーザーを命中させることに成功しました。命中精度は500マイクロメートル以内、命中率は50% 超という高い水準を達成しています。日本の関連企業、浜松フォトニクス、証券コード6965。浜松フォトニクスは1948年創業の日本を代表する光技術メーカーで、光電子増倍管や半導体レーザー、イメージセンサーなどを医療、産業、科学分野に展開しています。研究開発型企業として最先端のレーザー技術や光計測機器をグローバルに供給し、国内外の大学、研究機関とも連携しています。レーザー核融合の実用化には、燃料ペレットを光の力で極限まで圧縮加熱し、核融合反応を安定して連続的に起こすことが不可欠です。そのためにはレーザーの高効率化と長時間の連続運転が大きな課題となります。同社は従来のガラスレーザーの変換効率 1% 未満に比べて、半導体レーザー冷気 YB ヤグ多重スラブ増幅機による 10% 台の壁コンセント効率を目指し、効率向上に取り組んでいます。また同社はビーム品質や安定性、熱マネジメント、戻り光対策など連続運転に不可欠な技術を総合的に強化しています。2025年7月にはエクスフュージョンとともに1時間連続毎秒10発のターゲット照射実験に成功し、実用化への大きな一歩を踏み出しました。こうした基盤技術の積み重ねが同社の高効率レーザーを支えており、今後の核融合発電の実現に向けて国内外から大きな期待が寄せられています。エクスフュージョン未上場。同社は大阪大学や新産業創出大学院大学の研究成果をもとに、給断、追尾、照射、回収を統合するエンゲージメント技術を中核に据えています。同社はレーザー核融合の実現に向けて独自のレーザー照射ターゲット供給技術の開発に注力しています。今回の動画でご説明した自動追尾連続照射や高頻度ターゲット供給に加え、同社はレーザーのビーム品質や照射タイミングの最適化、ターゲットの飛翔軌道予測アルゴリズムの高度化などシステム全体の統合制御を強化しています。さらに照射後のデブリ管理や真空環境の維持、ショットごとの品質データを活用したフィードバック制御など、実用化に不可欠な運転安定性、保守性の向上にも取り組んでいます。これらの技術的積み上げが連続運転、高効率、高命中率というレーザー核融合発電の実現性を大きく引き上げています。また国内外の研究機関や企業との連携も積極的に進めており、オープンイノベーションによる技術開発の加速を目指しています。今後は実証実験の規模拡大や商用化に向けたパートナーシップ構築も視野に入れ、事業展開を本格化させていく方針です。 J-TECH コーポレーション証券コード3446。 J-TECH コーポレーションは放射光施設向け X 線集光ミラーで培った超精密ミラー加工計測技術を核に、研究開発用の高機能光学機器を提供するメーカーです。同社はナノメートル級の形状精度と低表面素差、真空熱環境下での安定性設計、
トレーサブルな計測評価を強みにします。2024年12月にはエクスフュージョンと提携し、レーザー核融合向けの高性能反射鏡の共同開発を開始しました。狙いは連続照射に耐える高反射率コーティング、波面誤差と熱変形の抑制、戻り光の低減です。これらはビーム品質の維持、命中率の向上、光学損傷の低減、稼働率の安定に直結します。ミラーの表面にはイオンビームスパッタリムという特殊なコーティング方法などを使って、光をよく反射しつつ長持ちするような加工を行います。ミラー本体やそれを支える仕組みは、温度が変わったり真空状態になったりしてもずれたり歪んだりしないように工夫されています。将来的には装置の設置からメンテナンス、表面の再コーティングや磨き直しまで一貫してサポートすることで、長時間の連続運転でもコストを抑えられるようになる見込みです。この分野はエクスフュージョンの連続照射システムと浜松フォトニクスの高効率レーザーが互いに補完関係にあります。共同事業が進めば新たな需要に直結するでしょう。いかがでしたか？この動画では世界の注目する連続照射型レーザー核融合の実現に向けた日本企業の挑戦とその技術的ブレイクスルーについてお伝えしました。日本の企業が連続照射という新たな挑戦で世界をリードし始めています。浜松フォトニクスの高効率レーザー技術やエクスフュージョンによる自動追尾連続照射システム、そして J-TEC コーポレーションの精密機構など各社の取り組みが今後どのように進むかが楽しみです。1回ごとのエネルギーは小さくても毎秒10発1時間連続という積み重ねが実用化への現実的な一歩となっています。日本企業の粘り強いものづくりと研究開発力が世界の核融合開発を次のステージへと押し上げているのです。今後も効率や命中率、連続運転の安定化といった課題を一つずつ乗り越えながら、レーザー核融合発電の現実化に向けて着実に歩みが進んでいくでしょう。皆さんはこうした日本発の技術革新についてどう思いますか？ぜひコメントでご意見をお聞かせください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。